沖縄出身なんで、ちょっと沖縄にまつわるお話したいなと思うんですけど。聞きたい。まだあるんすか。いや全然あります、あります。すごいな沖縄。まあ、これも正直まあ僕の実体験ではあるんですけど、一回僕変な体験をして、っていうのも僕ら18歳になったら沖縄県民の若い子たちみんな免許をまず取るんですよ。なんでかっていうと、その免許を取らないと沖縄っていう土地は本当に生活ができないんですよね。ちょっと出先に行く時でも車がないと動けなかったりとかするんで、場所場所が遠かったりするんで、まあ車の免許取るんですけど、免許取ったらみんな確実にドライブから始まるんですよ。なんだろう、青春第2章が始まるんですよ。その時に、まあ沖縄の子たちって基本的には那覇に行くか名護に行くかっていうのがドライブの基本なんで、その時は友達と一緒に那覇に行こうってなったんですよ。で、小雪さんと一緒に沖縄走ってる時もそうだったんですけど、58号線っていう大きい通り、あそこが結構メインなんで、なるほど、まあ、みんな大体ドライブの時でも58号線を使うんですよね。ただその時は、まあ、僕らもドライブしょっちゅうやってるから、今日は東海岸沿いの道を使って、ちょっと細いけどドライブだし別に時間かかってもいいし行ってみようかと、名護の方に走ってみようかと、そうだねなんて言いながらこう走り出したんですよね。でバーって僕も助手席に乗って、友達が運転してる車の中こう座って乗ってたら、那覇の方に行ったんですけど、那覇をこう通り越してちょっとまあ田舎の方に入っていくんですよ。そしたら沖縄には珍しくこう海岸沿いのちょっとカーブが多いというか、古い細い道に入ってったんですよね。そこを抜けるとある看板が目に留まるんです。ある看板、はい、左側にポーンと出てるんですけど、ひめゆりの塔まであと1キロで出てくるんですよ。で、アヒメルの塔の看板出たな、僕らも全然知らなかったというか、まあ、意識してなかったんで、あ、こっから そのまま行ったらヒメルに行けるんだなんて言いながら喋ってて、あ、じゃあヒメルまで来ちゃったし戻るかって言って U ターンしたんですよ。で U ターンしてバーッと戻ってると、友達がえって言うんですよ。急に何どうしたって言ったら、見てって指さしたら、左側にヒメユリの塔まであと1キロって出てきた。え、じゃあありえなくないですか。意味わからない、意味わかんない。 U ターンしたよな、って言ったら、押した、怖い怖い怖いって言い出して、じゃあ今俺らは那覇よりももっと奥に向かってるってこと、じゃあ U ターンしなきゃ。で大きい通り、しかも夜中なんで誰もいない、ぐるーっと U ターンして走るんですよ。でバーッと走ってると、ちょっとしたらヒメユリの塔まであと1キロって看板出てくるんですよ。うわ、しかもずっと縦長の白い同じ看板なんですよ。怖っ。え、何何何何ってなって、僕の友達は山道に逃げたんですよね。怖いねそれ。その当時なんてその iPhone なんてないですから、あの車にも別に沖縄の人たちって基本ナビつけないんですよ。とりあえず違う道に逃げようって言って、違う道に逃げてバーッと行って那覇まで出れて、どうにか帰れたんですけど、その時は本当になんか同じところを土地勘のある僕らがぐる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 回らされたっていう。で僕らがその時意識して、なんか変なこと起こると怖いなみたいな雰囲気になったあの瞬間からもう始まってたんだなと思ったら、夜中ひめゆりの塔近辺をドライブするのは本当に危険なんでやめた方がいいよっていう。いやそれ怖いっすね、はい。まあ、僕ら都市伝説っていうあれではないですけど、まあ、僕らの実体験としてそれがあったんで、まあ、僕の友達界隈はみんな夜中にそこ行かないようにするっていう感じになったんですよ。本当に地元にだけ伝わった都市伝説みたいな。知らずに僕らみたいに行っちゃったら一生多分ひめゆりの塔まで1キロが通ってるんでしょ。だから土地勘がなかったら多分最初に見つけて、なんかずっと走ってるけどどこにもつかねえなとかって言いながら、途中で気づくんでしょうね。あの看板さっきもあったよなって気づいた時にはもう入ってるっていう。